ランダムスプラッシュ、まさにその名の通りですね。ランダムにスプラッシュテキストをやるプレイ。どうもマグニです。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。あ、そうかそうか、マグタウンへようこそ。というかですね、本日1月15日は門松をね、ちょっと片付けようかなっていうふうに前から言っておりましたので、そちらをねメインでやっていくんですけれども、まずねこちらのコメントご覧ください。マグニーの顔の横の街灯ガラス囲み忘れてるよということでですね、早速ねそちらをやっていきたいと思います。ちょいちょいと、まあ修正できる箇所はね修正していこうかなという感じでございまして、確かに忘れておりました。ほら、ちょっとこう変な感じになっちゃうね。じゃあこれだけにしときます。はい、オッケー、ありがとうございます。9分25秒から9分29秒あたりのハーフブロックの下に、鶏が見えた木が、グローストーンを置いた場所、ここかな、ここのことかしら。シルクタッチ、シルクタッチ、シルクタッチはこれだ。この下違うね、この下にはないね。まあ、いればさ声聞こえるよね多分ね、声聞こえるはずだもんね。オッケー、とりあえず確認するんだぞ。グローストーン置いたところだからもうこれで多分確認オッケーですよね。でね、まあグローストーンのお話になるんですけど、グローストーンなら牧師と攻撃すればいいのに。牧師の野郎ちょっと行きましょう。どれぐらいで交換してくれるのかをちょっと確認したいなと思いましてね。牧師の野郎、おい、お前じゃないよ。そうです。おお、いっぱいいた。おお、いたあ、エメラルド1個で交換してくれるのね。まあ、安くはないけど、高くもないね。いい価値観だね。今後またグローストーンが欲しくなった時は、覚えてればね、牧師使いたいと思います。ありがとうございます。で、そうそう。私のね、プレイ環境についてのお話なんですけれども、ですね、今回右クリックと左クリック押し間違いが多いということをね、ご指摘いただいたんですけども、よくね、操作間違いするんですけれども、私、こちらマジックマウス使ってるんですよね、Apple のね。めちゃくちゃ操作がしづらいです。なんでね、嫁に、マウス買ってって言おうかな。嫁マウスゲーミングマ、ちょっとおねだりしてみたいと思います。はい、そしていつもの、先生のコメントこちら。最初のスプラッシュは、ラッスル・ホアーの良いニュースというコメディニュース番組で発言された言葉らしく、で、最後のスプラッシュは、色付きガラスが追加されるまで、毎日ツイッターで、モヤン社、開発者ですね、に猫の画像を送りつけたというエピソードにもついていると。ご覧ください。門松、でっかくておしゃれですね。あれをそのまま潰してしまうのはもうもったいないというわけでですね、今日は、明けましておめでとうございます。本当に1日ぐらいにいただいたコメントなんじゃないかな。門松は潰さずに周りを覆いかぶせるようにして隠せばどうでしょうか。他の季節には、その壁にいろいろつけられますし、今年も楽しく動画拝見させていただきます。魚ありマグロ、はい。というわけでですね、あいつ、そんな感じでちょっと隠してみたいと思います。そしてね、前に、街の、ど真ん中にこうシンボルを作ってくれみたいな、お話、というかコメントをご紹介したと思うんですけれども、そちらも兼ねてですね、あそこをちょっと囲っていこうかなというふうに思っております。早速、やっていきたいと思いますね。まあいろいろね、もうこの公園いいでしょう。ちょっとね、一つ欠点を見つけてしまったんですけれども、それはですね、また後ほど。よっほー、はい、ここに用意しております。今日使おうと思っているものたちでございますが、これ全部入れらんないね多分ね。適度の数持っていきましょう。適度の数、最低限のものだけ持ってさえいれば、シルクタッチもいらないし、シャベルがもうなくなりかけてんなこれな。ハサミがねかなりいると思うんですよ。バーン、花火上がりました。ご覧ください。ちょっと音符ブロック下、ちょっと掘ってみました。なんかちょっといろいろ、音を変えれるらしいので、またちょっとやりたいと思います。で、ちょっとこう、欠陥が見つかったと言ったんですけれども、こう夜になるとね、ほら、片方しか動かなくなるんですよ。残念ながら。ここの多分、回路が、干渉してるんだと思います。まあ、しょうがないね。直しようがないので、ちょっとまあ我慢しながら使っていこうかなと思います。
大丈夫、朝になればちゃんと開くようになるんです。ガシャガガー。ちょっといろいろ考えてることがあるんですよ。ここホッパーなので、またこいつのでできたやつもね、ちゃんとここに、もう一個伸ばせばね、チェストをね、自動的に吸ってくれるので、まあ、自動仕分けの方に入れられると思いますんでね、まあ、その辺もちょっとやっていこうかなと。もうね、結構綺麗にできちゃったもんだからね、もういろんなとこも逆に今度綺麗にしていきたくなっちゃうっていうね、衝動に駆られております。ここもちゃんと、あのさ、トラップタワーもさ、結局ラグの原因になってそうだね。ご無沙汰でございます。相当数な羊毛が必要ですね、これ。で、湧き潰しちゃんとできてんのかな。一応全部これカーペット置いてますから問題ないね、問題ないです。ではやっていきましょうか。どれぐらいの高さなのかがちょっと知りたいんですよね。あの一番上がもう超高いな。ほっ、ちょっと落下覚悟で。あれ、雪が降っちゃってる。あ、雪降るの？あれ雪じゃない？ねえ、雪降ってるよ。雪、微妙に雪が降ってるっていうね。あ、お墓が見えますね。まあ、この辺かな。64個あったやつが、まあ、30段ぐらいかな。30段ぐらいですね。そういたしましたらですね、枠組みだけ作っちゃいますか。枠組みだけね。めっちゃこれ、めっちゃ羊毛いるやん、白のこれ。大丈夫？で、どこか分かれへんしやな。ちょっと待ってくださいね。やってみましょう。右クリック押しっぱなしね。おー、いけた。青木に。いきますよ、いきますよ。えいやーっと。あ、全然無理やった。右クリックずっとしてたはずやねんけどな。これもまたマジックマウスのせいちゃうの、これ。頼むで、ほんまに。いやー、壮大ですね。ちょっとね、今回これただ加工だけじゃちょっと面白くないっていうことで、まあ、いろんな色のね、羊毛用意してたんでしょ？あるものをね、描きたいと思っております。何ができるのかはですね、出来上がるまでのお楽しみということで。今行くとね、ちょっと、まずいね。まずいやね。でも、とポジション的には合ってるから、これをこのまま、天井はね、囲わなくていいと思うので、そうですね。どうしようかな。では、ちょっと安全に行きます。ちょっと拝借。とりあえずですね、羊毛敷き詰めていきます。8段目。あ、すげえ。夜ってわかりやすいっすね。おやすみ。白い羊毛が、圧倒的に足りない気がするのは俺だけだろうか。ちょっと羊毛取りに行きますか。で、はしごも持ってこよう。ね。一旦クリーパーの上落ちて。なんでやろう。補充しましたよ。わあ、もうすでになんか巨大オブジェ感ありますね。落ちた。落ちた。落ちたけどいけた。よし、もうちょっと取りに行ってきますね。どうしようかな。ちょっと降りれるとこ作らなあかんのですよ。とりあえずクリーパー。おお、いけたいけたいけた。もう水持ってきますね。その方がええわ。よいしょ。で、ここも降りる用のをつければいいんじゃないの。こうやって、ああ。おお、すげえ。そんな助かるくなるんだ。ありがたいわ。オッケー、これで行き来できるようになりましたよ。はい、夜やってまいりました。寝れるかな。今回は落ちませんでした。
相当でかい建物になってきてる。分かっていましたけどね、でかくなるだろうなって。あぶねー、いけてるっぽいな。よし、いけてるっぽい。ここ白でええにゃ。よし、黒黒青4つ、1234、青4つ、水色2つ。バキーン、オッケーです。おー、いやー、というわけで、完成いたしましたよ。ちらっと見えてますね、この町のシンボルでございます。後ろの壁はですね、ちゃんと、隠しておきますんでね、とりあえずね、見ましょう。皆さんでね、どういう物理的要因でこれで橋が降りれてんねんって感じしますよね。いいよ。はい、それでは、いきますよ。マグタウンのシンボルである、マグロマークはこちら！ダーン！いいっすね。クリーパーの上にマグロマークでございます。なんとなくわかりますね。表現できる色がちょっと少なかったんで、今回こんな感じになってしまいましたけれども、十分だと、個人的にはそう思っております。今後ですね、このマグクラを、途中からね、見始める方はですね、あ、ただのこう、ね、マグタウンのね、シンボルマークなんだな、で終わるんですが、来年の正月になると、なんと、この壁をですね、燃やし始めて、中から、門松が現れるという、一ネタがね、来年の一個のネタが完成いたしました。ありがとうございました。というわけでですね、ちょっと時間かかりすぎちゃいましたね。今日はこの辺で失礼したいと思います。ああ。ああ。ああ。